先頭バッターが今日佐々木朗希から2点タイムリーヒットを打っている葉月です。しぶといバッターがこの回の先頭打者。空振り、ワンアウト。増田の決め球シンカーで空振りを奪いました。ワンアウト。1番レフト西川。まずは先頭バッターをアウトにしました。そして1番の西川です。何でいくか。打ち取りました。弱い打球、セカンド中村、おっとっと、うまく処理することができませんでした。記録は内野安打です。弱いボテボテの打球でした。西川、記録は内野安打。あれうまく処理しててもセーフでしょう。そうですね。打ち上げました。センターの前、センターの前、和田、その前でワンバウンド、5点ヒットになりました。しぶとく野間が落とします。つないできますカープ打線。いやー、これがカープ打線のしぶとさです。間に落ちました。ホームへ、カープが1点を返します。1点差、カープが1点差に詰め寄ります。6対5、3連打です。秋山のタイムリーヒット、なおもワンアウトランナー3塁1塁。なんというカープ打線のしぶとさ。黒木ピッチングコーチがマウンドに来ます。いや本当に有藤さん、よくつながりますね。一打逆転の場面、スリーボールツーストライク、インハイ外れました。フォアボール、満塁になります。山田がやってきました。増田対坂倉、初球シンカー、坂倉も初球から振ってきます。空振り、シンカーで空振りを奪います。しっかりと低めのボールゾーンに、空振り三振、ツーアウト。最後もシンカーでした。坂倉空振り三振、ツーアウト。チェンジアップですね。はい、ええ、いい制球でしたね。そうですね、気合が入っています。増田、初球はまっすぐで空振り、2球目レフトへ、レフトへ、前に来ていた、前に来ていた、山口、山口取った。試合終了、終了でございます。なんとか最後は逃げ切った千葉ロッテマリーンズ、6対5、1点差。